そうじゃん。白くなったし、雲隠れたな。ちゃんと出すには何あれ、あ、来たやっぱり温度かな。ティチューナやった話かもしれないけど、まだ入ってるし、いっかな。しばらく風に当たり続けてたので少し肌寒くなりましたね。うん、その横向きにするやつは通販かなんかで買ったやつですか？これ、アマゾンで売ってます。え、どこで？アマゾンで売ってます。ああ。マイクミニ USB LG。いや、あの、ここが通らないんですよ、LG で曲げないと。これって、こうなんていうか、背中に、ね、あの充電口があるんで。ああ。で、それは充電しながら使えるやつなんですね。はい、トンネル抜けていいとこがなかったら一旦林道まで下りますかね。はい、林道入り口まで。眠いですか？眠いですか？まあ少しは眠いですけど、こんな感じですよ。だからロボさんが一番眠いはずなので、ロボさん任せて大丈夫です。ロボさんのペースでロボさんが眠くなったらその辺にパタって倒れてくれるわ。その辺であの玉子の時のように。あの普通にそこいらへんで公園というかあのベンチがあるところですね。じゃあここで一旦もう解散で終わりということでって言って寝て起きたらまだみんないるじゃないですか。なんか話盛り上がった。解散って言ったのに、ちれえ。ああそうでしたよね、そういや。そういやそんなことありましたね。これを全員ぶくれます。すいません、寝てました。これって長いんですよね。そんなでもなかったんじゃないですかね。
300とかぐらいじゃないですかね。じゃあ降りますか。寒いですね、これ。寒っ。寒いからウィンドブレーカーちょうどいい。そうですね。空気がぬるい。あ、でもベンチあります。ああ、でも2個しかない。そうですね。しかしほぼベストに近いこの感じは。ベストに近い。ちょうど今、まあでも雲に隠れてるだけかな。まあでも日に当たっても まだここはいいんじゃないですかね。結構。あ、ここで、はい、そう、ちょうどベンチがあっていいかなっていう。ただ2人しか寝られない。それ諦める。まあ俺が諦めた。じゃーん。もすごいな。嘘。え、今何回やりました？今8連ぐらいぐらい来ましたね。あ、多分映ってる。あ、映ってる。読めるかどうかわかんないですけど、回数わかりますよね。すげえ。おお、すごい。何だったんだろう。怖いぐらい繋がった。あの単純にか、あのランダムな確率で言ったらえらい低さですよね。3の8乗って言ったら何分の1だろう。あ、3分の1の8乗か。3、9、27、81。
243 729、まあ、あとは面倒くさい2100、6000何分の1なんだろうな今の。じゃあ GoPro これどうしようかな。本当信じられないぐらいの。テンポも良かったですもんね。ええ、パッ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 と。ちょっとこれは申し訳ないけど折れないよな。まあ大丈夫かいけるか。じゃあ GoPro こっちで見守らしとくかな。虫虫。50何分。え、もうそんなになりますか。はい。うわ、怖いな。いや、結構自分もあっという間でした。すいませんでした。いえいえ。何分でした。え、30分。いやいや、もう今50何分。いや、あの、寝始めてからどのくらい経ったかな。ああ、うん、そのぐらいかな。あ、寝始めて1時間じゃなくて。そうです。あ、いやいや、横になってから1時間ぐらい。50なんですか。あ、もうそう。あ、そう、そのぐらい経った。なんか気に来ましたよね、横に。あれから30分超ぐらいじゃないですか。あ、寒いっすね。風がずっと吹き
ってる。寒い。日が出てるときはちょうどいいんです。朝とか。午前中は本当にこの風が最高だったのに、うん、今敵です。あ、おはようございます。忘れてた。しっかり忘れてた。寒いはずだったね。そこ黄色い門があるじゃないですか。あのちょっと横のところ雪残ってます。まあ多分除雪した雪がそこに残ってるんでしょうけど、ここまだ雪残ってる。ふぅ、はぁ、よし、まだ砲塔が全然こなれてない。ねえ、あ、そうだ、ここから一枠だけやっとこう。どうせまた林道に入ったら電波来なくなりますけど、今のうちだけ。あ、まあでも自動的に切り替わりませんかね。まあ、確認します。
枠が取れたよ。さて行けるかな。お待ちを。ロボットさん。あ、そうだ。じゃあ、ロボさん。アラート余裕で。お、繋がった。そうだ、マイク、マイク、マイク。マイク切り替え。どれだ。あった。あれ、この黄色い人は誰？ストレッチ。黄色い人がストレッチ。昼寝から覚めたら血が出てきた。よし、もう来ます。だと。お待たせしました。あ。青い人は？青い人こちら、あちらか。これで像と音は行きましたかね、両方とも。青い人は本家じゃない。本家って。2秒動いて、ダメか。まあじゃあ、やっぱり、電波、弱いですね、と。あ、忘れてた。録音しないと。録音、スタート。これでいいかな。じゃあ、とりあえず、だり、回すためか。いらっしゃいませ。こんなところに乗り入れて大丈夫なの？乗り入れて。あ、ちなみにここで今昼寝してました。1時間ぐらい。向こうで Z さんが寝て、こっちで私が寝てました。あ、そうだ、これ声だけ。とりあえず降ります。まあいいや、電波これから少しはマシになるだろうから、下ったら。ただし林道に入ったらまた入らなくなるんで。笑顔を感じゃんね、うん、山梨弁じゃんね。じゃあお待たせしました。よいしょ。戦車のキャタピラの後、キャタピラ、ブルドーザーかなんかか。ここら辺舗装したばっかりだ。でもここだけだな。あとガードレールが黒い。あ、気をつけます。ガードレールが黒かったです。これは富士山は一山向こうになりましたね、トンネルくぐったから。あ、なんか1時間寝たっていうか、1時間も経ったと思えないぐらい一瞬で時間が過ぎましたけどね、昼寝してたら。まあこれでだいぶすっきりしたはず。なんか実感あまりないけど、1時間も寝たなんて信じられないぐらいあっという間でした。すいません。まあこの先また林道に入ったら電波なくなるので、下った先で林道に入って登り始めたら、なので、まあまだ電波がマシなあたりで少しだけ放送しとこうってとこです。ちなみにさっき昼寝してる間 GoPro もずっと録画してたんで、延々となんか
ベンチに寝てる様子が映ってたはずです。 GoPro ではそういう映像が残ってるはずです。まあ昼飯の時も含めて GoPro で全部そのあたりまでさすがにノーカットはしませんけどね。そこら辺早送りで行こう。まあ OK は下りますの方かな。今2時だからどんべい峠登りが2時間ぐらいはもっとかかるかな。そうすると甲府に下ってくるのはもう6時とかになりそう。おお。ちょっと木が邪魔だけど下見えてますね。多分下のあのぐにゃぐにゃ曲がってる道が国道の方の長いトンネルの方の道だと。録音スタート。ちょっと待った、それもまただいぶ今ずれてますね。お、いいものはどれだろう。さすがにこれはマイクかなり風とか入りそう。トンネル抜けたとこからもう下って数分経ちますが、全然行ってないみたいですね。ラグもなんかすごい、ラグとかいいレベルじゃないな。月面？さっきの昼寝場所のことかな。昼寝場所はですね、ベンチがあって日も当たってまあちょうどいいぐらいだったんですけど、なぜか寝始めてからずっと曇ってました。で風がずっと吹いてるから割と肌寒かった。こんなところで防寒装備が役に立つとは。バスカリ。バスって車のバスですか。まだ体がちょっと寒いな。これ通常橋の方がラグが、ま、あ、それあのラグのひどさ考えると通常橋の方が良かったかもしれない。下ってますよ。三つ峠はもう、山には登りませんでした。今日は三つ峠の山の林道を走ってきただけです。でこれから一旦下ってまた日向坂峠っていう結構すごい峠に、まあすごくはないか、まあでもさっきと同じかそれ以上ぐらい疲れる峠に登る予定です。37キロ。そんなに出てますかね。こんだけカーブが多いとそんな40キロ近くなんてあまり出ないと思いますけど。やば、電波ダメか。
んか後ろもガタガタ言うな。なんだろう。ん？ん？でも今回もホイールずれたりしてないし、なんだろう。ガチャンガチャン。あれ。ずっと止まったまんまですかね。じゃあ荷物の中のガタガタかな。でもそんなに気にならないですよ。ん？気にならない。あ、風音ですかね、もしかして。数分前に喋った聞き取れないほどではないですかね。聞き取れない。あ、やっぱりラグすごい。まあでも少しずつ電波改善するはずです。この道は天下台ってあっちに繋がってる道なんで、車が少ないことは少ないけど、ここまで全く通ってないのはちょっと不自然。普通まあバイクとかはこっち来てもおかしくないんですけどね。なんでだろう。全く誰も車が走ってない。車もバイクも。そんな出てない、そんなには。まあ誤差もありますけどね。GPS 精度によって一気に飛ぶとこもあるし。ラグすごいですよね。あれ、こんなに下るんだっけ。チャンプぐらいありそうですね。自転車もド M、否定はできない。そう、無理はしてないつもりです。その無理基準も人によって違いますけどね。私個人で思うところの無理してない。ある程度以上きつくなったら休む。それ以上頑張りません。ド S。 ド M じゃなかったらド S っていう両極端しかないわけでもないと思いますけどね。ハブが壊れたんじゃ。ハブ、あ、さっきのなんかガタついてる時、なんか後ろが緩んでる感じの、その後ろに衝撃が来ると、一瞬ガチャンっていうかな、何かがぶつか、一瞬ぶつかるようなとこするんですよね。何かが緩んでるのか、何かそのガタガタ動いてる物体が何か荷物の中にあるか。
おお、綺麗。もうだいぶ花落ちてますけど、これはこれ山桜かな。どうかな。パルプステーション、バルブステーション、国際石油開発定石株式会社。これは煙突なんですかね、アンテナっぽいじゃなくて。高圧ガス管が埋設してあります。あ、国道に合流だ。あ、タイムシフト。あ、今日はこれはですね、最初の、9時からの枠以外は全部、一般枠です。これってつまり、あの、一般会員の人は、プレミアム会員じゃない人は全くタイムシフト見られないってことになるのかな。予約する隙がないから。暑いですか。本当は暑い。あ、そうか、今待ってる間に。いや、もう下ってしてすぐ暑いな。あ、そうですか。私はまだ行けます。まだ少し肌寒い。長いトンネル、私は長いトンネルは嫌いですよ。林道入り口まではどんぐらいかな。これだと距離がよくわからんな。多分林道入り口まで 2,3 キロぐらいの下りです。あの、目測適当に。トンネルズ、トンネルズはまだテレビに出てるのかな。テレビ見てないとわからない。ああ、空はまただいぶ青いな。ああ、この高さでもっぺん昼寝したいぐらいだ。この先トンネル、歩行者はご遠慮ください。あ、はい、あ、動いてない。いやー、動いてないと思います。でもここからはしばらくは、ここは電波は少しいいと思うんだけどな。リロードリロードって、これ、そう、コメントで出ちゃいいんだ。そもそもデータ通信速度は、うん、今はバッチリですね。リロード願いますと。今だいぶ通信状況いい感じです。あ、ちょうどなんか今スノーボコリが、今これで来てるんじゃないですかね、音と映像。どうかな。うん、今国道に合流したんで、だいぶかん、あの、通信速度ほぼ最高です今は。で、今ここはですね、こっちから下ってきたんですけど、これが三坂峠っていう、まあ旧道みたいなもんかな、旧道でいいのかな。で、こっから右に登っていく車は、あの、長いトンネルの方行きます。で、我々は今その国道に降りてきたところです。その上の旧道のトンネルの方から。メンバー紹介、肌野さん、 Z さんで、私です。今3人。あ、11月にもう閉鎖してるんですか。そんなに、私のですか。私の、あ、黄色から言うね、黄色というか黄緑色のウィンドブレーカーだったんですけどね、肌野さんがさっき着てたのが。じゃあ私のニューホイール紹介で、朝もやりましたけど、クロスライドさんです。岸
きしめんスポークでこれ指持つと角が痛いです。あとなんかハブのところがこんななってます。これなんて表現したらいいんですかね。アルミを削ったなんか他のとこにもスポークつけられそうな感じの作りをしています。でこれ幅が変えられるんでしょうね。で後ろの方もなんか同じようになってます。でスプロケア古いやつを持ってきたんで変速の調子が良くなったりはしてないです。かっこいいですかねこれ。私はこの手のかっこよさがよく分かってないな。泥が、そう、キチメンスポーク、私もなんかパスタとかと同じように普通のああいう細い円柱状のスポークよりも泥が絡みやすいんじゃないかと、味がパスタソースが絡みやすいみたいに。オルタネータっていうのは何だろう。ホイールはこれ通販で2万円でした。キチメンエロい、それまたなんかすごい飛躍だな。キシメンがエロいっていうのはどこに繋がってんだろう。キシメンがエロい、キシメンがどう繋がるんだ。キシメンだからサナダムシで、サナダムシが肛門だからエロいとか、そんな話か。あ、ヤギさんが今日15キロ歩いたって。なんでそんなに歩いてるんですかって。そうか、雨対策調べたりしてましたよね。なんか指がその扁平になってるんで、こうなってるんですよね、角が。で、やっぱりここなかなか渡れない。ここからしばらく国道沿いに下って、で左に林道があるんで、そっちに折れてまた登っていく予定です。渡れねー。で動画検索、信号、まあこれはないですね。すごいな、全然途切れがない。そう、この三坂寺っていうここの国道沿いは大体こうなんですよね。四国一本、ああ扁平のやつだと何か変わるのかな。くれる、こういうとこでも、こういうとこはまず止まんないですね。みんな流れに乗ってるから、流れを止める方が怖いから。水晶工場、長い下り坂12キロ。我々はここから 2,3 キロ下ったらまた左に寄れていきます。もろこし、まだ砲塔で腹いっぱいでございます。はいはい、飲み物買います。あ、そうだ、私も飲み物がないんだった、忘れてた。追い風、ああそうですね、下り坂、あ、止まるのがですかね。そうそう、私も飲み物を切れてるんだった、ちょうど。私もそうでした、忘れてた。ついでにトイレ借りられたりしないかな。ちょっとじゃあ飲み物調達、泊まる。山陰旅行の続きっていうのは、ゴールデンウィークは後半はまた山口県の方に行くんですけどね。今日はどこに泊まるかな。多分ビジネスホテルかどっか泊まると思います。まあ麦茶かな。
どういたしまして。では冷たい麦茶の方は、あ、麦茶太る？それは来たことない、なかった。甲府にライダーハウスがあったら行きたいですけどな。あるのかな、調べてないです。あとは伊沢温泉の輸送ステルがありますけどね。あ、今日山口編は麦茶糖分入ってる？それも知らなかった。入ってますか？甘みは感じないですが、トイレはないかな。あったあった、おトイレ裏にある。台湾、あ、なんかアジアで確かにチャイとかもあれお茶の類に、まあでも紅茶みたいなもんかな。じゃあちょっとトイレ行ってまいります。なぜここにこういうオフィスデスクが。声がすると思ったら鳥が飼われてました。メジロ、こっちは文鳥かな。なんか可愛いな声がするなと思ったら、あとあっちに猫もいます。ちょっと体の調子悪そうな猫だけど、あ、これそうなんですか。ムジロっぽいのか、ムジロっぽいのか。配信が終了しました。庭木。
え、今繋がったのかな。すいません、多分ポタハイから離れてしまったんで切れたんだと思います。でも Z さんが来たんで Z さんのポタハイに勝手に繋がったのかな。あ、放送終わってる。こいつの鳴きが可愛いですね。かな？あれ？どっちの鳴き声だこれ？これじゃないですか。なってやつでしょ。そう、あのピーピーじゃなくてなーなーなーって言ってる。これは我々がいるからビビってるのか、それとも常にこうなんですかね。うん、さっき鳴き声ずっとこの調子でしたけどね。気づいた、こっちが気づいて前に来る前から、うん、お、いらっしゃいませ。よし、これでいったかな。さっきのあの、まあ、ドライブインというか、まあ、あの食事とか出してるところの裏でトイレ借りて、借りてる時になんか、あ、ルリルさんいらっしゃいませ。で、なんかあの、なあなあなあとか、ピーピーピーとか聞こえるなと思ったら、こんなとこに鳥が。これ、文鳥ってやつですかね、このくちばし赤いやつとか。鳴き声かわいい。なんか、ピーピーピーっていうよりは、なあなあなあって言ってる。映ってますかね。さっきポタファイ切れでした、すみません。表に自転車置いたまま裏に来てしまったんで。こっちは目白がいっぱい。面白い鳴き声。鳴き声かわいいですよね、なんか。単純にかわいいというよりは、なんか変わった鳴き声。見た目はすごくかわいいんですけどね。よし、顔出してるとこ取れた。すごく忙しそうだ。出店の巻き笛、巻き笛、巻き笛って何ですかね。川略。さっき猫もいたんですけどね、軽く逃げられました。じゃあこっから表に出ると Z さんのポタファイから私のポタファイにハンドオーバーするのかな。トイレお借りしました。一応自販機使ったから自販機で買わせていただいたんで。あ、そうか、 Windows は優先順位が付けられてるからですかね。こう拾えばあっちにスイッチすんの。今 Z さんの方に繋がってますね。カルビート700円、ここで食ってもよかったな。
ドライブイン黒駒っていうところですね。いらっしゃいませ。黒駒ってこれもなんか信玄さん絡みの言葉なのかな。おお。おお、椎茸でっけー。いや、アーツさんは違います。お、お久しぶりに来ていらっしゃいませ。アーツさんなんか塩尻峠に走ってるとか。あ、今ここはそうですね、しばらく放置してたんで。民宿予約すれば上野。ん？上野？上野って？民宿もうビジネスホテルとかかなと思ってますけどね。これで今ここなう。送信中成功。うん、これで現在地行きました。オッケー。あ、早いな。あれ、今送ってから1秒経たないうちに OK って言われたような。 iPhone4S です。そうです。うん、違う違う、4です。 S じゃないやつ、遅いやつ。おお、帽子店の看板。登山散歩釣りゴルフと炎天下でのお供に帽子。ああ、なんか作業の時にかぶるようなああいうやつですかね。サイドからのあの副車も許さないっていう副車も。ん？あ、本当だ。ん？何が後ろで、ちょっとあのこれはボタファイつなぎ替えた方がいいかな。ちょっとあの私のポータブル Wi-Fi の方につなぎ直してみるので一旦切れるかも。ちょっとお待ちください。こっち側にちょっと切り替えてみます。はい、これでよし。うん、やっぱり一旦切れると問題が出るな。こっちの方がなかなか。一旦これこうやって切って、こっちもこれで、あ、来た。ああ、こうよし、なかった。やっぱり一旦切れるとちょっと戻るの時間かかりますね。あ、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 上り速度700って出たな今。うん、設備投資。ああ、よし、じゃあ林道入り口に向かって下ります。やっぱり眠気はだいぶ冷めてていいな。やっぱ眠くないっていいな。じゃあこれから日向坂峠の入り口まで降ります。じゃあお待たせしました。よいしょ。結構風ありますね。風、そうですね、さっきトンネル出口のところで昼寝してたらずっと風吹いてました。寒いんで、あれフリース着たりウィンドブレーカー着たりしてました。まだ今それ着たままなんですけどね、まだ下ってるから。登り始めたらまた脱ぐ。あ、食事屋さん結構多いな。こんにちは。お、こんにちは。そしてハッピードリンクショップ。 HDS 外界猛暑、こっちも今21度で出てますね。日向坂峠は標高結構あるからまた気温は低いんじゃないかな。ん？まっかり、あー、町会議か。町会議まっかりでしたよね、確か。そういや、町会議関係の放送は今日どんだけやってんだろう。ただ町会議の場所は
みんなが通信してるから取り合いになってるんじゃないですかね、電波。しかもそう、何10万人とか人数が集まってるわけだし、まともに放送できる環境なのかな。公式放送が多い。あ、ユーザーじゃなくてですかね。あと、三坂峠のあそこの茶屋だけじゃなくて、こっちに下ってきて食ってもよかったですね。スピード感、そうですか。あ、画角が狭いからかな。電波取り合い状況は起きてるだろうと思うんですけど、どうでしょうかね。運営側は固定回線使えるのかな。でもそれも無線ルーター通してみんなに公開しろとか言われそうだな。ホイリの違いいまいち分かってません。軽くなったわけでもないし、そんなに。まあでもラチェット音が静かってだけでなんか滑らかになった気になりますね。とりあえず、あ、いきなり3度も上がった。24度。これどっかセンサーがちょうど日に当たって温まってしまってんじゃないかな。確か上り口はなんだっけ、ホイールは、なんてホイールは海外通販で買いました、イギリスから。で、どこだっけな、ルーマニアだったかどっかだったかで組み上げられたものらしいです。ついてたマビックの説明書に言って。ちょっと待った、27度、21度、24度、27度って3度上がり続けてますけど、なんでですよね。次は30度超える。なんでこんな急激に温度が上がってる。クリスで、あ、もう少し先が林道入り口。31度、マジで。そりゃすごいな。さすが夏の気温に定評のある埼玉。あれ、夏の気温に定評あるのは群馬か。今日泊まりのつもりです。確かこの辺じゃなかったかな。新しいホイール、もう見せたんだけど、また後で。じゃあ見せなくもない。うん、甲府も結構暑いですよね、盆地だから。見たい、待て。すごい赤字にラメラメのトラックの塗装のトラック、ここかな。あ、これ一般枠です。どうせこの先電波切れるだろうから、もう一般枠でいいやと思って。これだよな、うん、ちょっと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 、林道入り口入りました。ちょっと足ついちゃったんで今のうちに。はい、これが新しいホイールです。マビッククロスライド UB です。はいはい、以上。ちょっとここはこんなひどい坂だったっけ。よいしょ。暑く、これから暑くなります。じゃあここで脱ぐか。ちょっとさっき昼寝したときにウィンドブレーカーと、ウィンドブレーカーと、これは2万円でしたって声入ったかな今。ウィンドブレーカーとマイクが離れた。見ちゃいます。クロスライド2万円前後で。指定来てないです。ロボさんは寝袋で寝てます。
寝袋？あ、今回寝袋は持ってきてないです。泊まり装備は全然、宿に泊まること前提できました。うん、あ、結構太ってると思いますよ。ん、何を使われてる？ライト黒岳、ですね、旧芦川村、現笛吹市芦川町に向かいます。山越えて。ちょっとカッコつけましたね。カッコつけました。あ、今のその服脱いだ時ですかね。ラフに見えたかな。 Z さんと寝るの。それ言われると語弊が出そうだけど、まあそうなりますかね。多分相部屋になるんじゃないかな、ビジネスホテルとかだったら。で、いきなり乗れないぐらいの勾配が、乗った状態で侵入すればいけるんだろうけど、漕ぎ始められない。じゃあこの先電波悪くなり続けると思うんで、この枠までかな、放送は。あとはもう GoPro で録画してきます。ほんといきなりハイライトですね、ここ。いきなりクライマックスで。羽田さんは今日は日帰りだと思います。多分白衣を脱ぐ。寝るのは、Z さんと泊まったことあったっけ。泊まりで Z さんと同行したのは今回初めてですかね、かな。よいしょ。よし、乗れた。初夜か。はあ、ここは結構勾配がきついはず。はあ、ずっときついな、最初から。あげる。本当ホモネタ好きな人多いんだよな。なんでニコニコこんなにホモネタばっかりなんだろう。もらえるものはもらいましょう。来場者が50人超えましたよ。ふう、暑いな、やっぱり。さすが27度って、本当にさっき27度だったのかな。やっぱり容赦ないな、この峠は。5月が山口なんですね。5月に入ったら山口の方です。いや、河口湖の方に。羽田さんその方がいいかな。私と Z さんは鳥坂峠っていう、最後にこっちからだと小さい峠を越えて、空が綺麗です。確かに冬っぽいですよね。日焼け止めしてます。宿配信多分します。私は上司という柄は全くないですね。後輩の面倒なんか見られてない。肌はまだ全然真っ黒じゃないですね。まあ夏の間朝黒くはなるでしょうけど、真っ黒になるような急激な日焼けはしないです。日焼け止め塗ってるから。急に日に焼けると痛いんですよ。腹真っ黒かも。うわ、きつい。なんだ、眠気がなくても結構きついじゃないか、今日は。眠気のせいだとばかり思ってたのに。でもやっぱ勾配結構きつい。僕はアロハシャツで、私がアロハシャツで出社したい人間です。そう、気温が本当、予想外に気温が高い。通らない道大好きでございます。ロボさんは退職して自転車で世界一周するって言った。世界か。標高今845。おすすめはよくわかんないんですよ。適当にコンビニで買っちゃ、コンビニで買っちゃってます。かりゆしは沖縄の服装でしたっけ。
本当になんかまだ冬っぽく見えるのに、何この暑さ。SPF 30いくつのやつです。弱いやつ気をつけてるのは。夏バテしないでね。夏バテ本当に暑さにやられると一気にきますからね。しかし勾配すごいな。こんなすごかったっけ。よいしょ。沖縄は梅雨入りしました。梅雨入りしたらしいですね。いらっしゃいませ。暑っ。でも顔のシミは広がりますから気をつけてね。顔のシミ、ああ、そう、結構なんか右方にでかいシミみたいなのができてて、これ昔からそうなんですけどね、だんだん濃くなってる気がする。ガリガリない、店がない。元足川村は商店もあったかな。でも1軒ぐらいあるよな。夏どうなるんですかね。あちし、やった。あ、少し小幅が緩む。この市場はある程度掃除してると思いますけどね。1000円だったら1でも買わない。ちなみに当たり棒は常に持ち歩いてます。今あの埼玉で塩飴さんって人からいただいてから交換。3連休で5月1日は出社して、なんかの余分なプレミアム的な価格が付加されているものに対して結構拒絶反応がある。ネットで言われてる、あの、なんて読んだろう、あれ、イヤ儲け主義と書いて、人が儲けると気に食わないっていう、いや儲け、ガーミンって1ヶ月パソコンつながないと登録抹消しますね。え、ガーミンなんですかそれは。登録っていうのがわからない。紫外線、あ、目に入らないようにってことか。しかしこの勾配に登り続けるとかなり短い距離で登ることになりますね。旅好きのサングラス便利ですよ。旅好きの、あ、どつきってことか。そうですね、のがついてないと。県庁県網、いやもう、豊村市県庁県網、あれは比較的マイナスのイメージで使われてると思ったんですけど、どうなんですかね、その県網主義というのは。あ、そう、確か送りのは割とお高かったイメージがあるけど、動画つけられるんでしたよね。あとサングラスだと地元の人とかと話すときに、あの、なんだっけ、警戒心を与えてしまう可能性がリスクか。メタルフレームってあのメガネの方がか。そのメガネは今チタンフレームです。超頑丈。また大学の時のやつだから
フレームに関しては一切壊れない多分踏んだら怪我する。この先でつら折りが始まりますね。沈みるとジンは確か安いとこでしたっけ。昭和のダサいメガネじゃないロボさんなんてや。昭和のダサい、まさに昭和のダサいメガネですけどね。 Z さんはさっきからずっと見えない。あ、まだ電波ありますか。どうするかな、次は取るかな。昔はあられちゃんメガネしてました。あられちゃん、まあ今もそれ近いんじゃないですかね。結構あのメガネ、あのフレームっていうのかな、レンズがでっかいやつなんで。電波状況随分改善してるね。電波状況、上は絶対ないはずですけどね。すごいな、ここ国道に近いからかな。まだあれ、Z さんどこまで先行してんだ。誰かでこして弁当。あ、本当だ。弁当さんはナリのやつか、ナリの。ナリ。やっぱ厳しいか。まあじゃあこの後までですね、やっぱり。オーバーグラスっていうのをメガネにかぶせるやつか。プニプニのメガネは前使ってました。それが壊れたんで今古い大学の時から使ってるやつにしてるんですけどね。あられメガネがなんだ。ネットにああ、なるほど。じゃあ不法意って言わない。あれって若い世代の人は分かるのかな。二人の姿が、はとさんは隣ですけど、 Z さん結構先の方に行ってる。暑い。神隠し笑。まだスズラ折りまでつかない。なんでこんな暑く感じるのかな。風もないしな。ロボさんと同じメットのバイザーを、メットのバイザー。私は OGK のファローっていうヘルメットで、ウェブカメラのためにカットしてしまいました。ウェブカメラのためにカットっていうのは、あ、バイザーのことかな。ちょっと謝罪をされる方なんですね。この辺りもっと簡単にマウントできる方法がありゃいいんですけどね。残り3分くらいです。じゃあ電波も厳しくなってきてるみたいなんで、放送はここまでで、もうあとは夜の部かな。夜の部か宿探しの辺りの部からの部ということで、とりあえず闘技配信はここまでしときます。あっち、本当風がないですね。風ないですね。山に入っちゃってるからですね。ん、山の中に入っちゃってるから。ああ、さっきまであんなに吹いてたのに。おお、先行してる。ラグすごいな、わら。あ、ラグあるのか。やっぱり電波悪くなってきてますね。
楽。やっぱり電波ダメだ。まあ峠だから当たり前だけど。10秒飛ぶと1秒動く。じゃあさっき言ったことはツイッターでも流しとくか。ありがとうございました。峠登りの枠はここまで。あとは夜の部か夕方の部です。お疲れ様です。お疲れ様です。ああ確かにそうですね。ちょうど山梨が甲府が、うん、お疲れ様です。つづあおりで前先行してるのが見えるあたりが、ああまあ道はここまでなんかいろいろ落ちてたりはしないですけどね、笹子の方は。あっちも切れる。お疲れ様です。ちょっとツイッターで一コメントしてきます。そうだ。こうして、PC 側の録音を止めて、Twitter で、あ、手にないな。今日は、夜配信が、宿探し配信まで、配信になりますと。ああ、涼しい。
ついぼーっとしてしまう。切れた。バッグは緩んでる。あれ、あっち登るのかな。あっちに道が見える。
あ、やっぱそうだ。うわ、
伐採してあるんですかね。それ伐採した後に今また植えてある状態なのかな。これ白樺？お。白樺だ。よっと。あれ白いのあんまつかないな。大丈夫かな。もう3時半か、ペンに着くのが4時か4時半で、そこから本当に甲府抜けると6時過ぎるな。まあ、今日は寒くないからいいけど、新道峠行ってる時間ないかな。木のガードレールだ。あれ工事してる。
この砂防ダムかなんかの工事現場かな。光が全然見えない工事の音は邪魔だけど、山の中に反響する鳥の声いいですよね。そこ私の息の方が今の邪魔か。こういうところ生録しようと思って、野外録音しようと思って、そういう録音機も買ったりしてるんですけどね。でもなかなかこういう場所に来ることはそんなにいつもじゃないから、つい置いてきてしまう。なんか聞こえたけど、本当に何だろう。新緑もうちょっとだな。
やった。車が1台通った。珍しい。登るんだっけ、1300、100ちょいぐらいか。あと200-250メートルぐらい標高差ってことは4時過ぎるな。
涼しい。お、あそこ鳥が止まってる。見えないな。録画はちゃんと、あ、ついてる。よし。よし、標高1200、あと200。
お、甘いものが食べたくなった。あれ、あ、その残り。背中痛くなってきたな。足よりもなんか背筋あたりの方が痛くなってきてる。
これ動画撮りながらで一人だと本当に喋んないから映像として成り立ってないですね。誰かと一緒に走ってればその会話がやり取りがあるのに、それすればないから黙って走ってしまう。標高1250、あと150。そうが正しい。日陰だと若干涼しいかな。そろそろ SD カードの1枚目が終わるな。残りはあと、あれ？あ、もう残り1分ちょいになってた。危ねえ。じゃあここで一旦止めて次の SD カードかな。こうして、うわ、ここで一旦切ります。よし、よいしょ。
まだあるな。よし。下の方を登ってきた道ですね。この音はバイク？車か。見えてるのは向こうだから甲府の方か。ちょっと肉眼でも霞んでるぐらいなんで映像じゃ分かんないと思いますけど、白く霞んだ向こうに市街地が見える。甲府か伊沢温泉か円山の方か。1300、残り標高差100ぐらい。
道が荒れてきてるな。そこが峠か。ここからずっと右に回ってまた折り返して、あの辺りが峠のはず。背中痛い。この景色良かったっけ、はあ、これ峠越えて足川村に下る途中も谷筋見下ろす道があるんですけど、見下ろす場所があるんですけどね、
結構あるな。あ、ピークはこの先か。いや違うな。結構残ってるな。昔もうすぐ着くはずなのに、標高的にはこの先にピークを越えるところがあるのかな。ああ、標高書いてないよ。あと1460か。まあ結構ある。あと70。
あれじゃあ、あの道はなんだ、別の道か。こんにちは。バイクはこの辺りだと結構寒くないですか？そうですね。いいですか？自転車だと登ってるとあったかいんですけどね。あ、ありがとうございます。もうあるかな、50も。この辺りかな。これで回り込んだはずだけど、もうちょっと先か。
この辺のはず。あれまだ登ってる。あれ。声が聞こえた。鳩山さんの笑い声だ。お待たせしました。標高的には多分ピークで、ほんのちょっと向こう側に峠があります。ほんのちょっと下って、ああ時間かかった。意地悪な僕はですね、時間を計ったら数分2秒差です。ああ結構ありますね。ああ今日はなかなかきつい。1と3分30秒ぐらいです。ああ振動峠まで往復してきたら5時過ぎますね。はあはあ、お雲だ雲だ雲雲雲、うん、落ちたかな。すげえ電波入る。え au ですか。びっくりした今。と思って。フォーマンどうだろう。あ、電波の表示は立っているのに。この峠も後半ダラダラ登りでしたね。そうですね。ずっと後半は急なところがあんまり、うん、最後の最後でちょっと登らされて、うん、向こうがちょっと折り返し、うん、そうです折り返し手前か手前あたりちょっとの、はあ、なんか岩光の後半もあの峠前にちょっと登らされる感じに、うん、似てる。あでもここは一岩光ないぐらいですよね、こっちから登ると。芦川村の方を通ってずっと来ると距離が長い。ああ私も繋いでみようかな。ああこいつは繋ぎに行こうとしてない。1本立った0本。ツイッターはあ、ギリギリ繋がってる。振動峠の分岐はどのぐらいだったかな。そもそも分岐してからどのぐらい登るんだったっけ。でしたっけ。でその 100m 登った先が駐車場で、そこからさらに歩きで少し登るんですよ。まあそんなにたくさん歩かなかったはずですけど。
あ、残り距離ですか。うん、あの鳥坂越えて下っていった先からさらに甲府まで行こうとしたら10キロ以上あるんで。あ、いえいえ、あのこの下るとこ距離ですか。あ、じゃなくて新戸峠まで。あ、ここから登りってことですか。少なくとも標高投稿線見るとここピークだと思います。標高ですか。ああ、じゃあここよりも少し高いですね。まあ、下った分のこれ。うん。ああ。でも大五輪道なんかはちょうど和田峠に下りますよね。ああ、はい。ますよねって言っても、この間行かなかったけど。林道じゃない方行く人に挨拶だけするつもりか。ずっとさん、それだと寒くなかったですか。ここまでですか。いや、ここで10分待ってるのって。あ、なんか、てか10分待った気がしない。そうですか。なんか1分か2分くらいでもおろぼさん来たような気がしてるんですけど。波動さん40秒ぐらいで。そうそうそう、いや本当にそうですよ。なんか写真撮ってたんですよ。ああ。確か割とすぐ新戸峠の入り口だったと思いますけど。どんぐらいだっけな。あ、いや、そこそこあるな。そんぐらい行きますね。よっ。おっとっとっと。
峠があれないな。あれ？まだ先か。ここか？あ、あったあった。これが峠。なるほど、ゲートがある。ええ。なんかそれっぽい目印はない。確かどっかに峠名書いてあったと思うんですけどね。あれ、ないな。あれ書いてない。いや、ピークとではないんですけど、峠という、あ、でも尾根が、尾根の逆側に向かってるから、ええ、そういう意味では確かに、うん、でも、どん兵衛峠と日向坂峠って表示がどこにもないな。そうだっけ？確か前、どん兵衛峠ってひらがな表記の看板見た覚えがあるんですけどね。あ、さっき言ってましたね。おかしいな。前来た時からなかったかな、2回目来た時から。うん、全く何にも書いてないですね。そうだ、株入沢足川線だ。では。そうか、やっぱ峠はここでよかったんだ。さっき下から見上げた場所の向こうから見た時の向こう側だ。あ、そうだ、言おうと思って忘れてたんですが、
こっち側の路面はこんな感じのとこばっかりです。もっとひどくなります。こっちは悪いんです、まあええ、途中結構すごいとこあるんですよ。ダートじゃないけど。来るまで忘れてました。やっぱりこっちはいい感じだ。で、確かここが撮影スポットじゃなかったかな。撮影スポットだったかな、ここが。あれ？そうでもないな。谷筋が見えないですね、ここからだと。いやでもここじゃないな、景色的に言って。あの下のスズラン群生地っていうところの駐車場が見える、上から見える場所があるんですよ。あとこの辺り白樺多いですよね。そうですね、結構高いところのイメージがある。ほら結構ひどいところが。よいしょ。うわ、ここが分岐。ちょっとだ。おお、日本一と言いますね。なるほど、逃げ道があるんだ。ちゃんと言い訳できるんだ。言い訳、富士山が日本一ですからって。スズラン峠は行ったことないんですよ。どこだかよくわからない。こっから新道峠まで歩き含めて標高差160ぐらい。じゃあちょっと、はい、そうです。で、時間的にはちょっと押してますけど、一応行くってことで大丈夫ですかね。そうですね。